山由伸は自己最長8回を投げて2失点、4度コロチ初勝利を飾ったドジャース8位にマーリンズ、日時間8日、ロサンゼルスドジャース、山由伸投手が7日、日時間8日、4度コロチマーリンズ戦に先発。自己最長の8回を投げ、5安打5奪三振2失点で4連勝を飾った。4度コロチでは、初勝利で、今季成績は4勝1敗、防御率 2.79 となった。抜群の制球力だった。初回、チザムジュニアに先頭打者弾を許したが、ストライクゾーンでどんどん勝負。2回西の19球目まで全てストライクという投球だった。この日は97球を投げて73球がストライク。ストライク先行でテンポよくいけたのが良かった。長い回を投げられて良かった。4度コロチ初勝利は嬉しいですねと息をついた。前回登板からスライダーを投げ、この日は意識してツーシームも加えた。投球の幅も広がっている。変化球もストレートもいいコースに投げられてきていると自信を口にした。最後のイニングとなった8回2進1塁でデラクルーズを空振り三振。マウンドを降りるとベンチで大谷翔平投手から三振取れてよかったねと声をかけられた。三振が少なかったのでと山は笑いながら語る。メジャー1年目の右腕にとって大谷は頼りになる存在だ。登板後はよく声をかけていただいていますと実感を込めた。メジャー初登板は1回5失点の大乱調だったが、これで4連勝。大谷の後押しも躍進の一因になっているようだ。フルカウント編集部。